私は山形県酒川村修林寺の住職をしておりますエンタ局友と申します本日はよろしくお願いいたします今月は環境がテーマということでお話しさせていただきます、えー、私はあの山形県の酒川村というところに住んでおりますが皆様方の中で酒川村という村をご存知の方どれだけいらっしゃるでしょうか あまりいらっしゃらないかもしれませんが、酒川村は山形県の北部、秋田県寄りにあります、山間部の村で、人口が3900人の村でございます。えー、最近ではあのキノコを主要産業にしておりまして、いろんなキノコを栽培しているところがあります。なのであのキノコ王国と 自称しておりまして、村のゆるキャラもサッキーくんという、酒川,を酒川村、きのこ王国の王様であるサッキーくんがゆるキャラとして頑張っております。ちなみにあの他にもお米や花なんかを栽培している、本当農村の村になります。で この酒川村にあの地域おこし協力隊という方々がいら、え、お越しになられているんですが、その方々が調べていただいたことによりますと、あの、酒という名前がつく市町村は酒川村だけということで、え、そこをすごく誇りにしていいんだよと、教えていただきました。え、あの、その名の通り、村の中を酒川という川が流れております。 そしてその酒川も、名の通り、あ、魚の酒です。魚辺に土を二つ、軽という字を書く酒、三本線の川、酒川村ですけども、この酒川村は、名の通り、魚の酒が遡上してくる川になっています。ちなみに、えあ、これは後でいいか。 サケとですねあの、お坊さんのおにまつわる伝説というのも伝わっておりまして、えー、昔、サ酒川のに注ぐ川の一つである曲がり川、あ曲がる川あと書いて曲がり川という川があります。その川でもですね、サケが大変多く取れたそうなんですね。えー、で、そのある年も、 たくさん酒が取れたので、村の人たちは大喜びで、いっぱい取れたぞと言って喜んでいたあ。そこに旅のお坊さんが一人やってきまして、えーまあ、それを見かけた村の人が、あこの大,大変いっぱい取れたあ豊漁の喜びを分けてあげようというので、えー、その中でも一番大きい酒をこの旅のお坊さんに差し上げたんだそうです。そしたらお坊さんがですね、えー、あ私は あ生臭ものは食べないので、い、えー、りませんよ、と。あでもあで、私にこれをあげたらですね、来年から鮭が取れなくなっちゃいますよ、とおっしゃったんだそうです。でも村の人たちは、いやいや、こんなに毎年取れるんだから、取れなくなるなんてそんなことないでしょう、と。あ鷹をくくって、い、えー、らないというお相談に差し上げたんだそうですね。えー、そしたら、あ なんと来年、その翌年ですね、鮭が取一匹も取れなくなってしまったと、登ってこなくなってしまったという伝説があります。でそのお差し上げた旅のお坊さんというのが、実は諸国を暗夜していたあ工房大師様であったと言われています。私もあの、鮭はこれまで何度かいただいたんですが、 私にあげたからといって、酒が一瓶も上がらなくなるということはないようなので、えー、まああの、小坊大師様の私、足元にも及ばないので、その点は、あの、良かったのかなと思っています。えー、あの、酒川村っていう村なんですけど、ちなみにうちの私のですね、えー、お寺の写真を、ちょっと、お、お見せ、あの、お見せしたいと思うんですけども、こんな、あ、 あところですこの赤い屋根が私のお寺になりまして、えー、目の前に田んぼが広がっていて、後ろに八国山という、八の石の山とか、八国山という山がある、えー、こういう、えー、ところにお寺があるところです。ただ、あ私はもともとこのお寺の生まれではなくて、えー、同じ山形県の酒田市という,う港町のお 坂田市というところの一般家庭に生まれました。あ高校生の頃に、えー、吉川英治さんという方の親鸞という小説を読みまして、えー、その中で親鸞、えー、様が人に寄り添ってこう生きる姿が描かれておりまして、それにこう非常に憧れてあ、こんな生き方をしたいなということでお坊さんを目指すことになりました。あーなので、ですが、あの、 新蘭様の浄土真宗さんの方にはちょっとご縁がなくて行かずに現在は総当州の僧侶として頑張っております。ただまあもちろん、かつての、かつて憧れていたその神蘭様の人々に寄り添うお姿っていうのは私の中で今でも大切に思っているところでございます。あの この酒川村に来た経きは、実はその、えー、私、平成11年の4月にお坊さんになったんですけども、平成11年の12月に私の母親が亡くなりまして、えー、その時にこの酒川村から、実はこの酒川村はうちの私の祖父の出身地でありまして、そこからうちの祖父の親族が来ておりました。まあ私の姿を見てお坊さんになってるんで、 えー、どうしたんだと聞かれまして、えー、お坊さんになったんですよと、えー、それでそうなんだ、ところで宗派はなんだべやーと聞かれたので、えー、私は総統宗ですと言ったらあ、ちょうどうちのお寺が総統宗で住職さんがいないから、あなた来てみたいかと言われまして、それでまあ,あ、お誘いを受けて、このお寺に。 えー、来ることになりまして、まあ、来ましたら、トントン拍子に、えー、気づけば住職になっていたというところでございます。えーお、まあ、あの、祖父の実感の菩提寺の住職になるという、まあ、なんか非常にありがたいご縁を頂戴したなと思っています。なので、あの、当初来た時には、この酒川村というのが、あどういう、えー、ところの村か全然わからなくて、えー、まあ、父親から聞いた話だと、人より動物の方が 熊とかタヌキの方が多いとこだなんてちょっと脅されてきたんですね。少し不安な、不安に思いながら来たんですが、あー来てみたら私の中には祖父の DNA もありますので、えー、なんかそれが覚えていたのか、非常に居心地が良くて、たちまち慣れてしまいまして、ただ今ではとても住みやすいところだなと思っています。 まあ、とにかく酒川村場の先ほどの写真でも見ていただいた通り、非常に自然が豊かなところでありまして、えーまあ、冬はちょっとあ雪が多いんですけれども、その分春が非常に待ち遠しくて、春が来ますと、今まで白かった大地が緑色になりまして、えー、緑色になりますと、山の方では山の幸である山菜が採れるようになります。その山菜を 食べますと体も冬眠から目覚めるような気がいたしまして非常にあの初めて、えー、その季節に口にする山菜を食べた時の瞬間というのは非常にこう,う言葉に表せないぐらい、えー、感動するものです、えー、村の人たちもあの春になると山菜が出てくるとみんなウキウキして、えー、山菜を取りに行くいいきます まあ夏になれば、あの、川の幸であるアユなんかも上がってきまして、アユを取ったりする人もいますし、えー、釣りを、軽流釣りなんかをする人もいますし、あとは川で泳いだり、川の脇でキャンプをしたりして楽しむとあいうこともできるところです。秋になると、あの、先ほども申したように、キノコ王国と言われていますが、あの、天然のキノコももちろん取れるところです。なので、山に行くと。 またこれも、キノコを取りに行く方々は山に、ウキウキしながら山に行って、キノコを取ってくるようです。えー、私は、あのど、キノコも山菜も、あの、自生しているものを見ても、どれがどれだかわからないので、自分一人では行かないようにして、えー、必ずは知っている誰かと行くようにしております。あるいは、取ってきたものをいた,だきいただくということの方が多いです。えー 今その秋が、秋はあの、サンマ、まあ、食べ物だけじゃなくて、キノコだけじゃなくて、えー、一面周りが山ですので、えー、紅葉が美しく、一面パノラマのような美しさで我々の目を楽しませてくれるような、そんなところです。で、えー 先ほどあの、酒川というのは、その名の通り酒が遡上する村だよということで、お伝えさせていただきました。登ってくる酒というのは、白酒という酒になりまして、身が赤くなくてちょっと白っぽい酒になります。皆様方が思い描くような、あの、スーパーマーケットに並んでいる赤い酒とは、ちょっとお印象が違うかもしれません。まあ、味の方もお違いまして、 えー、うちの方は、あの、海からだいぶ距離がありますので、えー、そこを遡上してくる間にこう油があ落ちてしまいますので、身が少し油の毛の少ない身になりますし、えーま、川を登ってくるので、川のお香りが、さにつくので、ま、海の鮭とはまた違う川の鮭とも言えるのかなと思います。えー、その鮭をですね、あのー、 この辺の地方では海がないので、魚がちゃんちゃんとれるわけでもない、川の酒は魚は先ほど申したアユとかそういうものはおるんですけれども、そんなにいっぱいいるわけじゃないので、鮭っというのはアユから比べると体も大きいということで、この内陸、山間部の方では非常に貴重なタンパク源と昔からされて えー、おりましたあーでこの酒はですね、えー、登ってきた酒を酒川という川で、裏、えー、井という檻みたいのがあるんですけども、鉄の檻みたいなところに、えー、こう誘い込んで、川に仕掛けた裏井に誘い込んで、えー、そこで取って、えー、メスはお腹を裂いて卵を取って、そこに、えー、オスの精子をかけて受精させます。 で、えー、受精させた卵は近くの孵化場に持っていきまして、そこで、えー、1グラムぐらいになるまで、えー、育てます。で1グラムぐらいになった稚魚は放流されて、えー、海を目指して、えー、泳いでいくわけです。でこのサケだ大体、い鮭川から出発して、えー、アラスカ、遠くアラスカの方まで、えーえー スカ沖まで、泳いででくそうですで戻ってくるのに、えー、約4年かかるとあ言われています。1グラムあったあ体も戻ってくる頃には3000グラムになって、えー、戻ってきます。えー、そしてまた、あまあ、ウラインに、ウラインの仕掛けに入ってきて、えー、我々に、あの、取られるということになるわけですけど あそのように、えー、循環している酒に酒を粗調してまいります。でこの酒をですね、えー、まあ独特な食べ方をおおおおお酒がむらではいたしまして、えー、その保存まあ保存食として、えー、冬場の保存食としていただくわけですけども、その保存させる方法として。えー 用のンギリという方法で保存を保存食に変えます。用というのはサケと書いて用と読みます。昔のアイヌの言葉でイオというのが魚を意味した言葉なんだそうですけれども、それがまあなまって用というようになったんじゃないかと村の方は言っておりました。用のンギリと。ンギリというのは真に新しいに。 切るとか言ってジンギリとて読みますけれどもこれはあのこのさけをです、ね、後ほど塩をしょっぱくしてです、ね、保存しておくわけですけどもその鮭を四角く切ってそれをあの腰に下げて農作業中に塩分補給にそれを食べて塩分補給にしていたと言われています。 その腰に四角くして腰に下げている様子が、旗箱の葉っぱを入れるじんギりというものに似ているので、洋のじんギりと言われるようになったということです。でこの今、塩漬けにすると言いましたけれども、洋をです、ね、まず鮭を取ったら、内臓とエラを取り除いて、えー、きれいに洗った後に塩を入れて。 パイつけてですね、塩漬けにします。でしばらく塩漬けにしたら、今度は流水で洗って、流水で洗ったやつを軒先に吊るして寒風干しにいたします。でこの間はだ大体いいあの寒中ですね、寒中すぎれば大体完成ということになるでしょうか。用のチンギリが完成いたしますと、 これはあの、私などはあ、焼いてご飯のお供にして食べると、まあ、一切れでご飯一杯分はいただけるな、というものになります。ただ、まあ、あの、あこの用のじんギりというのはあの、干してありますので、えー、水分が、水気が飛んでおります。なのであの、すぐう火が通るんですね。焼くと。なのであの、ちょっと急いでいるときに、えー まあ、朝のちょっと慌ただしい時などにですね、焼いて、えー、焼きますと、すぐ焼けますんで、えー、すぐ食べられます。で、これを、あの、先日ちょっとお話を、こんな、そんなお話をしてたら、すぐ焼けるなんてお話をしたら、これはなんか燃料を使わないんじゃないかと。あんまり、えー、まあ、うちはガスコンロですが、ガスコンロのガスをあまり使わないんじゃないか。これ、なんか SDGs につながるんじゃないかなということで、えー 人切りを通して SDGs について考えられるんじゃないかなと思いまして、今日は環境がテーマということだったので、ちょっとうちの人気はじめ、うちの村のことと SDGs を合わせてちょっと考えてみたいなと思っております。 でこのあの私、SDGs のことはあまり話,す話をすると言っておきながら、そんなに詳しくはないので、参考資料を用意させていただきました。えー、これはあの見えますでしょうか。教えて仏様。 SDGs って何という冊子で、えー、総統州の北海道第三州務所第一教区青年会前身会の皆様が作成されたあ子供向けの SDGs を、子供向けに SDGs を説明したパンフレットになります。でえーまあ、ちなみにこの真ん中のイラスト、お釈迦様、そして両脇に子供がいるイラストは、 私が書かせていただきまして、えー、ご協力させていただきました、えーまあ。私のイラストなんかを使っていただいて、ご,ご活用感謝申し上げます。えー でえー、ちなみに、まあ、このお冊子ですけども、コロナ禍で、えー、子供座禅会がこうできないとあいう状況があったそうですけども、その時に何か子供たちのためにできないだろうかという、えー、尊いお志で、えー、作られたものだそうです。えー、非常にその話をうううお聞きした時は、あ素晴らしいなと、素晴らしい活動だなと、ぜひ真似したいなと思って、えー、大変参考にさせていただきました。 ちなみに、続編に食品ロス編というのもある、あります。そちらもあの配読させていただきました。さて、このパンフレットによりますと、SDGs とは何かということで書いてあります。SDGs とは、このパンフレットによりますと、ずっとみんなが幸せに暮らせるようにという願いなんだよと。 あります。そして、そのための17個の目標というのがあるんだよ、ということで、これをまあちょっと、用の陣切りに当てはめてみようかなと思っています。17個すべてここで言いますと、ちょっと時間がなくなってしまうので、私の方で見ながら当てはめていこうかなとは思っていますけども、SDGs 用の陣切りがどう当てはまるのかと。まず、 サケが、えー、生きて、えーこう、川を泳いで海に行ってまた戻ってきて、えー、というこう川,川の中で海の中でサケが生きなくてはなりません。そういう、えー、ことで言えば14番、海の豊かさを守ろうというところが当てはまるのかなと思います。こちらの、ね、パンフレットでは海に住む生き物と自然を大切にしようとあります。 また、あの海というのはあの、陸ともつながっておりまして、えー、陸が豊かでないと、海というのもあの栄養がなくなってしまうんだそうです。なので、15番の、陸の豊か,さも、まあ、豊かさも守ろうというところ、えー。パンフレットで言いますと、大地に住む生き物と自然を大切にしようというところが、あ大鮭が川で生きるために大切になるかなと思います。 でそれだけではなくて、先ほど、ウライという檻を使った漁をすると言いましたが、その,そのために、あの、その、すごく人が3人ぐらい入るような大きい仕掛けになります。これも、あの、一人ではできないことであります。で、酒もいっぱい上がってきますので、一人では取れません。17番のパートナーシップで目標を達成しよう。 パンフレットだと、みんなが力を合わせて協力しようというところがかかってくるかなと思います。また、あのそのためにこう人が住んでいないといけませんので、1 1の住み続けられる街づくりをという、みんなが安心して暮らせる街を作ろうと、先を取る人たちも、育てる人たちもいなくなってしまうと、 ちぎりは成り立たなくなってしまうので、そこも大事かなと思います。えー、また、その人たちが健康で、えー、らあのい,いらっしゃらないと、えー、酒が上がってくるのは10月末か,ら末から11月の頭の寒い時期ですので、えー、健康でないと取れません。なので、3番のすべての人に健康と福祉を。をみんなが健康で元気に暮らせるようにしようというところが大事かなと思っています。 酒が取れますとおお、うん、食事ができますので、2番の飢餓をゼロにという、みんなで食事ができるようにしようというのが叶えられますし、えー、また焼くときに先ほどあ、あまり燃料を使わずに調理できるとお伝えしましたが、7番のエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、自然の力を大切にしようということで、そちらにも当てはまるのかなと思います。 また、酒ができます、取れまして、人気ができますと、これはのあの産直なので売ったりしておりますので、働きがい、経済成長にもつながるので、8番、働きがいも経済成長もということで、みんなが楽しく安心して働けるようにしようというにもつながってきますし、その隣の旧産業と技術革新の基盤を作ろうと。 川の産業、そして酒を食べる技術というのが、各地技術の基盤ができていくというところで、旧町に新しい力が生まれるように挑戦しようというところにもつながってくるのかなと思います。あと、あの、すべて、ひっくるめて、 えー、酒を、人切りを作る責任、そしてそれを用いて、えー、生きていく責任ということで、自分には作る責任、使う責任というのももったいない心を忘れずにしようということでつながってくるのかなと思います。用の人切り一つをとってもですね、えー、こんなに SDGs に当てはまるところがあるんだなと思っています。う,ん、まあ、うちの村は、 非常にあの都市部ではございませんのであるもので何とか生活しなくてはならないという場面もございます水もまだ湧き水を引いている方もいらっしゃいますしそれで洗濯をしたり飲み水にしたりしている方もいらっしゃいますまたあの先ほど申し上げたように山菜を取りに行って山菜で 売っったりあるるいいいいはそれを食べてて生活しし方々もいらっしゃいます私も最近の就職はほぼご飯と山菜が多くて、えー、非常に健康に、えー、なっておりますけども、そういう意味でも、非常にこう、そういうものも当てはめていくと SDGs に当てはまるところがあるんじゃないかなと思います。ただ、あの、もちろんあの、改善すべきこともあるのかなと思います。えーまあ、あの先ほど申し上げた、 呃、浦井漁という、浦大きな檻みたいなものもあるんですけど、それを設置するためには、川に、あの、重機で入っていって、川底を掘って、そこに埋めなくてはなりませんので、その重機の燃料も使いますし、川がやっぱりそう、そうすることでちょっと汚れて濁ってしまうという面もあります。えー、その点も、まあ、少し改善しなくてはならないところかなとも思いますし、えーまあ、鮭も生き物になりますんでね、えー あの増やして、孵化させて、えー、ということ、まあ、ももちろんありますが、酒の命への敬意も忘れずに、えー、してまいりたいところだなと思います、まあ、こんなふうにあの、血の酒川村の用の陣切りというものを一つにとってみても、SDGs に当てはまって、そしてそれを持続して,していくべきこと。 あるいは改善していくべきこと、あるいは持続していくためにこうしなくてはならないことというのが見えてくるのかなと思います。あのー、このおなぜこの用理と賃切りに SDGs を当てはめたかというと、まあ、少し SDGs17 個の目標というと、漠然としているところもあるのかなと思いますので、それを身近なところのものに当てはめてみると。 少し具体的になってくる来てえ、何をどう取り組んだらいいのかというのが分かってきやすいんじゃないかと思います。なので、まあ皆様方もお住まいのところで何か当てはまるものだとあれば、それを当てはめてみて s g g s というのをどうやって具体的に取り組んだらいって取り組んでいったらいいのかっていうのを見出していただければなと思います。 でここで、えー、注意したい点が一つありまして、えー、私、ちょっとこれ、最近つねずね、常、え、々、ー、気になっているところなんですがあ、やったつもりにならないという点、そこを注意したいなと思います。えー、なんでこんな話をするのかというと、我々総当集はですねあの、皆様方も聞いたことがあるかと思いますが、座禅というものを大切にします。えー、座禅というのを、まああの、一般の方向けに座禅会などもしたりするんですが、 ああそこで最近、えー、私の中でだけかもしれませんが、非常に気になっていることがありまして、それはあの、座禅と狭策というものの問題です。狭、え、策、ー、というのは何かというと、このお木のお板の方、これを狭策と言います。まあ、これで、えー、肩をビシンとお叩くと。 ということで、まあ我々は強作を入れると言いますが、入れて眠気や、あるいは集中力を高めていただくために強作を入れるわけですけれども、実はこの共作というもののイメージが、印象があまりにも強烈すぎて、分かりやすすぎて、強作が、共作を入れてもらうことが座禅であると勘違いされる方が大変多いんだなと、最近。 に感じております。でもそのちょっとイメージを払拭したいなと思って、私最近、私がお行う座禅会ではあまり、あの、えー、あまり、えー、なんていうか、共作を入れないようにしております。そうすると、あの、おなんか参加者の方から、 え、ちょっと共作を入れてもらいたいんですけど、と言われることがあります。あ,あの、ピチンっていうのをやってもらいたいんですけど、と言われることがあるんですけど、えー、なるべくそういうイメージつけたくなくて、忘れてもらいたくて、あの、入れて、使わなかったんですが、あまりにも言われるので、どうしたもんかなと思って、改めてその共作について、 もう一回見直してみようと思って、えー、最近勉強し直しております。うん、そうしたらあの、まあ、かつてはあの少なくとも総統州の郷祖、道元禅師様の頃は、共作はなんか使っていなかったような記録がございましたあその、まああの。その当時使っていたとすれば、禅状というのが丸い、えー、棒の先に丸い綿みたいなのをつけてですね。 ツンツンと脇腹をつくというようなことをしていた、まあ、道元様がそれをされていたかどうかは分からないのですけれども、その,そのようなことをされていたというのも聞いております。あのなんか、その、脅迫を入れるという、脅迫を入れ,ると入れてもらうというのが、座禅であるというのを、勘違いされたら困るなというのがかつ昔の王将様思っていたようでですね。 えーまあ、私もすごく常々気になっているので、えー、その教逆にその協作を入れてもらって、あ、やっぱり座禅をしたなって思っわれるのが非常にこう残念な、残念でならないなと思っています。座禅をしているので、のに座禅のようなもので終わってしまっているというところが非常にこう残念なところだなと思っているので、この、こうしてるつもり、下気になる、そういうところだけは気をつけたいなと思っています。 この SDGs、大変大切な取り組みだなと思っています。ただ、あの、形が似ていても、非なる、なるものにならないように、よくよく気をつけて取り組んでいきたいものだなとも思います。私も SDGs のポスターを貼って、2030年を迎えて、やったきで終わったなんてことにならないように、気をつけたいなと思っています。 えー、そこであの、先ほどの冊子に、えー、最後に、えー、ちょっと見せて、えー、いただいて、説明して、えー、皆様方に見ていただいて、えー、最後に終わりたいなと思いますけれども、ここに、えー、SDGs と、相当、まあ、種で、師匠坊という教えが、4つの菩薩様の行という教えがありまして、それに関わるものに、でえー、の説明になります。 仏様の代わりに君にしてほしいことということで、喜んで分け合おう。思いやりの気持ちで話そう。相手の気,気持ちを感じよう。人のためになることをしよう。というこの四つですね。これが仏様の代わりにしてほしいことという大きいところがあります。この気持ちを持って、 え、17個の SDGs の項目に取り組んでいくといいのかなと思います。皆様も私もそれぞれの場所で持続していくべきこと、改善していくべきこと、そして持続していくために、何をしたらいいのかということをぜひ見直していただいて、 やったつもりの行いにならないように気をつけながら、未来,未来につながる行いというのを共にして参りたいなと思っています。最後に裏拍子にもあります。仏様とお約束しているイラスト。忘れないで、ね、君の行いが未来を作るということで、ぜひ我々の行いでより良い未来を作っていきたいものだなと思います。 それでは、環境というテーマでお話しさせていただきました。これで終わらせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。